う2年3月に、えー、公表された記載のとおり、まあ、現政権としてこの報告書の内容を踏襲しているわけでありますが、えー、ご指摘の官房長官の答弁はです、ねえー、同報告書の、あえー、そのときのです、ねえー、政府としての考え方を述べたものであると、まあ、こういうことでございます。委員長 福島みずほ当時、虚偽答弁したんですよ。嘘ついたんですよ。だって当時はアメリカから公文書がちゃんと出てきた、吉野文六さんが自分が書いたものだとはっきり言ったんですよ。全部揃って、全部揃っていたにもかかわらず、当時自民党政権、官房長官、安倍官房長官は、密約は一切ないって言ったんですよ。こんなでたらめがありますか。誰が考えても密約があるのに、ないと強弁した。強弁し続けたんですよ。 そんな政府が秘密指定をする、それを信用するわけにはいけません。当時、嘘ついたんでしょ。安倍内閣総理大臣当時のです、ね、政府の考え方を述べたものであるということでございます。先ほど申し上げましたように、政府として4つの項目について、 それはまあ調査がなされたということでございまして、安倍政権としてはです、ね、えー、民主党政権自体のお政府の考え方を踏襲をしているということでございます福島みずほ君民主党政権が密約認めなかったら、自民党政権は密約存在否定してますよ。 ずっと闇から闇で黙ってますよ。誰が突きつけても密約があるにもかかわらず、証拠があるにもかかわらず、嘘ついてきたんですよ。一切密約がないなんて、どこでそんなことが言えるんですか。嘘ついてきたことを謝罪すべきです。え次にですね、秘密保護法の根本的な問題点についてお聞きをいたします。え、つばね原則をちょっと見てください。 えーつえー、秘密保護法案は情報保全法制に求められる国際水準を認めていない、えー、秘密保護法、何が秘密か、それは秘密です、秘密の中身がわからない、えー、そして秘密指定は無期限であってはならない、まあ、何を秘密してはならないかが明確となっていない、総理、お聞きします、違法に盗聴していると内部告発を下人、違法に盗聴していると政府が。 例えば仮にそれを内部告発をした暴いた人間は、秘密保護法によって処罰されるんですか安倍内閣総理大臣。今後ですね、今後、いわば特,特定秘密に指、ね、定されるものについてはです、ね、今まで類似答弁をしているように、限定列挙された事項にのっとって、 行政機関の長がですね、それは指定をするわけでございまして、そうした指定の基準。 あるいは、まあ、解除の基準についてはです、ね、まあ、専門家の方々の意見を反映された基準にしていくわけでございまして、こうした重層的な形で、私、まあ、的な指定がなされないようになっておりまして、そのものにものっとって、ね、今後、定められていくということでございまして、今、福島委員がおっしゃっているものについてはです、ね、それは えー、実際に当たるかどうかということについては、えー、こ,れこれからまさに限定列挙されたものの中において、えー、基準にのっとって定められていくということになるんだろうと思います福島瑞穂君。じゃあ、違法に盗聴していると暴いて、えー、秘密保護法に当たる場合があるわけですね、今の答弁で。それはですね、おかしいじゃないですか、でね、もしそういうふうに違法なことは処罰しないんだって言うんだったら、条文に書くべきじゃないですか、この秘密保護法は全くそんな条文になってませんよ。 書くべきじゃないですか安倍内閣総理大臣先ほども、森大臣が答弁しているようにです、ね、そもそも今、私が基準についてはお話をさせていただきましたが、同時にです、ね、違法なものについては、それは当然、違法に取ったものについてはです、ね、これは処罰の対象にはならないということでございます。委員長 福島みずほ君だとしたら、それ、条文に書いてくださいよ。つね原則の中では、何を秘密とするか、あるいは秘密にしてはならないというのを明確に言っています。公開するどのが望ましいと強く推定される情報、または公開による利益が大きい情報のカテゴリーとして、八つ挙げております。例えば公衆衛生、市民の安全、環境、人権侵害についてのことは、秘密指定しちゃいけないと除外せよと言ってるんです。でもこの秘密保護法は、何にもそんなこと書いてないじゃないですか。 次に、秘密指定は無期限であってはならないというのが、つばね原則ですで、この秘密指定なんですが、無期限ですよ、つまり、この、えー、今、提案されている衆議院で議論中の秘密保護法案は、内閣が承認をすれば、30年を超えても秘密指定が可能なんです、いつまでもいつまでもいつまでも秘密指定が可能ですよ、内閣が承認すれば、おかしいですよ、こういうのを変えるべきじゃないですか。何が秘密かそれは 秘密ですそして、えー、廃棄をするときに、今、0.7%かしか公文書館に行っておりません、92.5%は内閣総理大臣の同意で廃棄しています、秘密指定して廃棄をする、闇から闇へじゃないですか、こんなこと、えー、第三者の、えー、チェックができない、チェック機能がない、そして情報公開が機能しない、これだと情報統制のもとのすざまじい社会になりますよ。 安倍内閣総理大臣あの、えーまあ、これはあの n s 法でありまして、これは秘密保護のときにしっかりとやっていただきたいと思いますが、廃棄をしているというのはです、ね、それは一般の行政文書も全部含めてあの、委員は述べておられるんだろうと、このように思います。また、この町内原則もです、ね、これはあの特定のです、ね、民間団体が示した一つの参考意見としては、まあ、存在するのだろうと、このように思います。 われわれは、まあ、政府としてはです、ね、先ほど申し上げましたように、まあ、恣意的な指定もなさらないし、そして秘密についてです、ね、むしろしっかりとルール作りをして、明確化していくものであろうと、このように考えているところでございます。条文では全くそういうふうになっていません、秘密の限定もないし、この法律は修正ではだめで、根本的にやり直すべきだということを申し上げ、質問を終わります。 以上で内閣総理大臣に対する質疑は終了いたしました内閣総理大臣はご退席いただいて結構でございます <laughs> この際委員の異動についてご報告いたします本日加藤俊幸君が委員を辞任されその補欠として藤末健三君が選任されました 引き続き質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。